モンロー軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の東部ニュージャージー。2010年国勢調査での人口は169,842人であり、2000年の138,687人から22.5%増加した。軍庁所在地はストラウズバーグボロであり、同軍で人口最大の都市はイーストストラウズバーグボロである。名は 第五代アメリカ合衆国大統領、ジェームズ・モンローにちなんで名付けられた。軍内にイースト・ストラウズバーグ大学がある。州内でも人口増加率の高い軍である。1990年から70%以上増加しただけでなく、小売業もかなり成長した。すでに多くのショッピングセンターがあり、また建設中や計画中のものもある。 モンロー軍は2010年国勢調査によって、イーストストラウズバーグ大都市圏に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は617平方マイルであり、このうち陸地608平方マイル、水域は9平方マイルで、水域率は1.44%である。モンロー軍は、ノーサンプトン軍北部が分離して設立された。 軍内の公共交通は、モン軍交通公社、愛称、ポコノポニーが運行している。定期路線を運行するほか、有資格者に対しては、ドアツードアの補助交通を行っている。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ニューヨーク市民が軍内に流入し続けており、民主党への有権者登録数が増加している。 2004年アメリカ合衆国大統領選挙では共和党のジョージ・ W ・ブッシュが4票差で軍を制したが2008年では民主党のバラク・オバーマが58%対41%と17ポイント差で制したこの年の選挙では州全体で当選した民主党員3人が全て軍を制した2008年11月時点で モンロー郡には113,960人の登録有権者がいた。郡はアメリカ合衆国会議員ペンシルベニア州第10及び第17選挙区に属し、2013年時点では共和党、民主党、各一人の議員を選出している。ペンシルベニア州議会上院では第11、第16、第18、第20、第22及び 第29選挙区に属しており、下院では第、第 118, 13第 139, 第176及び、第189選挙区に属している。2013年時点で、上院は、共和党3人、民主党3人、下院は、共和党3人、民主党1人を選出している。モンロー郡の自治体、ボロア赤、タウンシップは白、国勢調査指定地域は、 青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、町である。国勢調査指定地域はアメリカが州国国勢調査局が人口統計データを取るために設定した地域である。州法の下では実際の司法権が及ぶ範囲ではない。村などその他の未編入領域も下記に挙げる。モンロー軍教育学区の区分図。 モンロー職業訓練校、バートンズビル私立学校は、2011年、ペンシルベニア州教育省が維持発行しているデータベースによる。モンロー軍はその豊かな文化遺産に加えて、デラウェアウォーターギャップ国立レクリエーション地域の、ペンシルベニア州側部分の大半、サリバントレイル、サノフィパスツール、ポコのレースウェイ、キャメルビーチウォーターパークスキー場、ショーニーサ山スキー場、 クロッシングスファクトリーストア、三つの修立公園、トビー花陸軍補給所などがある。ありがとうございます。